ピチャンネルです。もうこの雰囲気見たら分かると思いますが、ここはですね KOD ラボフィットネスボクシングジムに来ております。ここは誰のジムかと言いますと、内山隆くんです。見てこれ、いやいや怖い怖いってなんかもう殴られそうなんですね。内山くんは、このねジムのオーナーということで、はい、フィットネスジムをやってると、はい、世界スーパーフェザー級、スーパーフェザー級の、はい、世界チャンピオンですから、ね、もうちょっと圧倒されております。いやいや、まあ、もう今にも殴られるんじゃないかで、今回、内山くんの KO チャンネルコラボということでやらせてもらってますけど、内山くんのチャンネルでは、はい、もっと世界チャンピオンが手がね、それやれる、足を使ったらどうかということでスピーゲージャンプでして、こちらでは僕は足を今まで使ってきたんで、手を使ったらどうなるかっていうのをちょっとやらせてもらおうかなと思ってきました。足のスペシャリストがね、手をどのぐらい動けるのかっていうのをちょっと見てみたいですね、っていうのをしようかなと思って今回コラボさせていただきました。ぜひねそちらの方を皆さんご覧ください。これから何をやるかと言いますと、俺が殴りに行く、はい、手上げたこともない俺が、はい、いやいやね、殴れるかどうか、はい、もうだってすっごい速いのよけてきたでしょ。そうですね、まあね、普通に考えると余裕なんですけど、うん、逆にこの素人の方がやりづらいっていうのがあるんですよ、うん、例えば本当に PK とか全部適当に打たれたら分かんないです。分かんない、ボクシングもそうなんですよ。試合だったら別に楽しなんですけど、こっちが一方的に打たれるとなると、どっから気が出るか分かんないからやりづらいんですよね。ああなるほどね、はい、じゃあそれをちょっとチャレンジしていい？分かりました。30秒いきますか、うん、はい、で、まあ、パチね、ちゃんと当たる、はい、ちゃんと当たる、ちゃんと当たる、はい、かするのなし、かするなし、はい、とか、なんかちょっと当たった感じになるっていう、はい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 、ので、分かりました、はい、それでできるかどうか。了解です。パンチが俺が当たったら、はい、負けね。負け、もちろん、負けですね、それは、はい、で、パンチが当たらなかったら俺の負け、はい、で、俺が負けたら、ちょっと視聴者プレゼントするから、はい、そしたらじゃあ僕が負けたら僕の方で視聴者プレゼントですね。はい、やりましょう。そうしよう。わかりました。お願いします。はい。じゃあチャレンジしますのでよろしくお願いします。とはいえね、はい、こう殴るってわかんなくて、はいはい、もうこうやってこういうのを見てるから、映像をね、内山君とか見てるかわかんないけど。はい、ちょっとそのやり方、はい、教えてもらえない？もうプシッシッです。あ、OK、 OK です、はい、マジ、はい、一応されますか、うん、ちょっと構えから、うん、一番最初の基本的な教えから、はい、そこからじゃあやっていきましょう。了解です、はい、じゃあまず最初の、まあ、いいよ、構えからですね、okay、 はい、じゃあまず最初にかかるんですけど、はい、まず構えてで、足は肩幅にちょっと広めです、うん、ちょっとやっぱ身長が似て、うん、もうちょっと広くてもいいですね。はい、で、これをこのまま半回で、後ろ足、そうです、その位置ぐらいですね。これが足が全体を一直線にならないように、後ろ足は、右手でいいですか？右手とか、そうです、そのぐらいにしてもらって、はい、で、腕の高さは大体ここからこうグッと上げるペースが力が肩に力が乗り立てるぐらいです、はい、そうです、このぐらいで、そうはいいじゃないですか、はい、おー、なんかいい感じですねいい感じだから結構ね、うまくなりそうな感じします。じゃあちょっとビリでやってみましょうか。ちょっとね、鳴らして
もうええ、もうええ、はい、打っちゃうさやろ、それやばいっすよ、ブーンってなる、なんか、ここってこれ、そうそう、背中飛ぶじゃないけど、ほんとこの形のここって抜ける感覚、じゃあそれは踏まえて、じゃあ勝負やってみますか、はい、5秒前、はい、4、3、2、1、スタート、はい、スタート、うお、ほんまや、はい、10秒経過、はい、お前、惜しい、今、惜しい、今、はい、20秒、20秒当たるか当たってないかにするか、どうかやろ、息が審議の結果当たってないということで内山君の勝ち、逃げ切ったということで、やっぱその体勢が、うん、確かにこういう感じで当てにいった感じだもんね、伸びた感じだと絶対効かないんで、これ本気でも殴りに行かなきゃダメだね、だから当てるときはもうしっかり伸びて、もうここでもうパーンっていかない、いやいや、これ無理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 全部飛んでるあの漫画の世界だなるほどね、ありがとうございました、ありがとうございました、いや、面白かった、はい、30秒で一発入れれるかどうか対決、はい、まあ、俺の負けというか、はい、ありがとうございます、視聴者に、はい、僕のポロシャツ持ってきたんで、はい、それをプレゼントします、おお。内山くんの YouTube チャンネルで PK 対決をしたので、それをまた皆さんぜひ見てください、はい、それはね、またお立場違ったりとかね、足は使ったらどうなのっていう楽しみもあるし、こっちで言うと今のように手使うとやっぱりなんか使い慣れてないかなっていう、もう真逆の立場じゃないですか、はいはい、全然グランドの時と違うやん、いや、グランドの時すごかったですよ、違うやん、違うやん、違うやん、だからね、こう本職だなっていうオーラが出るというか、ちょっとこうやって立つじゃない、あそこで立った時は、はい、サッカー好きの少年かなみたいな、ああ、グランドだったなみたいな、はい、ここに立った瞬間にやられますそんな、もうそんな感覚が、やっぱこういうとこ来たらこう出てる、そんなことないですけどね出てんだ、じゃあ皆さん概要欄に応募を載せておくので応募してください、そして内山 KO チャンネルの方もご覧ください、はい、あとはね KOD このラボにもぜひぜひ運動しに来てください、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。